目でも美味しい、体に優しい、いりこだしを使った一汁三菜料理を手掛けるかしこの岸八千代さんの登場です。岸さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、今週のテーマは私ならこう作るおかずスープ編です。今日はこちらを教えてもらいます。牛肉入り団子汁ということで、一汁三菜の岸さんらしいですね。本当に優しいお味のお汁になっていますけど、はい、これ本当食べ応えもありますね。はい、お腹持ちもいいと思います、ね、本当おかずスープという感じですね。ぜひ皆さんも作り方参考にしてください。とにかく団子がもちもちとろとろです。では早速クッキングスタートです。はい、では、こちらお鍋の中に油が入っています、はい、そちらにまず牛肉を入れていきます。はい、今日は雪平ですね、はい、で油小さじ1入ってます。そこに牛肉は細切れですね、はい、50g、はい、入れまして、ちょっとほぐしましょう。はい、そして、野菜が入ります、はい、玉ねぎは繊維に沿って薄切りです。人参はいちょう切りしたものです。これを入れていきます。人参はだいたい厚さ3ミリぐらいですかね、はい、いちょう切り、はい、これを炒めます。はい、結構具もたくさんですもんね。はい、でちょっと鍋底にお肉が張り付いてちょっと香ばしい香りがしてきたら、はい、はい、お出汁が入ります。はい、はい、あ、先ほどすいません、うま技でした、お肉と野菜を先に炒めることで、うまみやコクを引き出してあげます。はい、お出汁を入れたら、ちょっと鍋底にできたおこげをお出汁に溶かすようにしてください。なのでお肉が少々張り付いても大丈夫なんですね、はい、ここでお出汁入れてお肉を剥がしながら、はい、はい、今日お出汁は何ですか？お出汁はいりこと昆布のお出汁になってます、うん、いりこと昆布、はい、そして心に、調味料ももう一緒に入れていきます。はい、味が入ります。はい、砂糖が一つまみ、塩が小さじ1/2、お酒が大さじ1、よいしょ、みりんも大さじ1、醤油が大さじ1/2です。はい、薄口醤油ですね。はい、でこれで味付けができました、はい、あとはちょっと沸騰を待ちたいと思います、はい、牛肉が入ってるんでどうしてもアクも出ますもんね。はい、そうなんです、はい、ちょっと沸くまでに、おネギを切ろうと思います。はい、おネギはこれ仕上げに彩りとして、よいしょ、今日は青ネギですね。はい、小口切りにしてください。どうしてもこの汁物はね、最後にネギがちょっとかかるだけでね、全然違いますもんね。はい、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 小口切りにしました、はい、切りました。沸騰したかなと言ってる間に、はい、だいぶアクが出てきましたかね。はい、沸騰してくるとアクが中心に寄ってきますので、その時にしっかりすくいましょう。だいぶ出てきましたね、はい、ではアクすくっていきます。ここは丁寧にアクを取った方がいいですね。はい、玉ねぎの甘いいい香りもしてきました。なんかでもよくアクって取りすぎても良くないみたいなこと言いますよね。あ、そうですね、これ旨味も取っちゃうとかって、あちち、お好みなんですけど、あちちすごいですね岸さん、暑い時それぐらいですか？あちちぐらいですか？すごい暑かったんですよ。普通暑かったんですか？すごい暑かったんですけど、すみませんものすごいローテーションのあちちです。大丈夫ですか、やけどとかは？はい、大丈夫でした、はい弱火にして蓋をして5分煮てください、はい、アクを取ったら弱火で5分煮てください。はい、ではその間に、お粉ですね、はい、こちら団子の種を作っていこうと思います。
粉の中に塩を少々入れます。薄力粉 60g、 そこにお塩、ほんの一つまみぐらいですか。はい、少々、はいはい、入りました。そしてダーマをちょっとほぐすようにしてください。はい、はい、そして、60度以上のお湯を入れていきます。60度以上のお湯、これは60から100ミリリットル、幅がありますね。あ、そうです。ちょっと季節とか粉の種類によって、はい、水分量が変わってくるので、こうやって入れながら調整してください。なので、このちょっと感触というか見た目とかでね、結構判断する感じになってきますけど、はい、大体60から100の間ということですね。はい、で、お湯の温度は60度以上。はい、そうなんです。こちらがうま技になります。薄力粉に60度以上のお湯を加えることで、粉のでんぷんが反応して、食感がもちもちとした感じになります。はい、最近は電子レンジとかで温めるときに温度設定でね、はい、何度っていうのもできますもんね。そうですね、それを使われるとすごく便利だと思います。今どんな感じですか。はい、これぐらいの、あ、今だいぶいい感じになってきました。これぐらいの硬さがいいと思います。こうホイッパーからもスルスルっと取れるぐらいの感じですね。でも今日のこのお団子は岸さんにとって思い出の味なんですね。そうです、これ父が幼い頃によく作ってくれたんです。父は戦争を経験してて、はい、戦後幼い頃自分がこの団子汁たくさん食べたんですって、でなんかそういう思い出があって私にも作ってくれました。あ、でお父さん子供の頃よく食べてたんだってそうなんです、戦後はこういうの食べてたんだよって話を、はい、でも父が作るのは牛肉も入ってるし、この団子ももちもちですごく美味しかったので私大好物だったんです。大好物お父さんが結構アレンジしてたってことなんでしょうね。そうです、うん、はい、さてさて、はい、どうかな。ちょっとじゃあ生地の方を寝かせるということで、はい、すいません。これぐらい混ざったら、はい、はい、でこれが、はい、布やラップをかけるわけですね。あ、そうです、はい、はい、すいません。できたら、はい、布をかけて10分から15分ほど寝かせてください。はい、はい、で寝かせたものがこちらです、はい。ちょっと比べてみましょうかね。はい、こっちが寝かせる前です。でこっちが寝かしたものですね。ちょっとこうまとまっているというか滑らかになってますかね。はい、はい、扱いやすくなっていると思います。はい、どちらにしろ結構団子としては柔らかめな感じなんですね。そうです、うん、柔らかめの方が落としやすいと思います。はい、はい、ではこちら、寝かせた団子ですね。あ、そうですね、これお家で作られる場合は最初に団子の準備をしておくと流れに沿ってやるとちょうどいいと思います。あ、じゃあ一番最初に団子を作って、はい、ラップや布をかけて寝かしといて、はい、その間にお出汁の方に行くと、はい、はい、それがいいと思います。はい、はい、ではでは、さあそれではお鍋の方に参りましょう。はい、お鍋5分経ちましたら、よいしょ、いい感じです。はい、ではこの団子を落としていこうと思います。はい、スプーンを、はい。はい。じゃあゆっくり見していきましょう。はい、まずスプーンをお出汁の中につけました。はい。はい、でつけてから、うん、よいしょ、こんな風にすくって落としてください。あ、団子柔らかい。はい。はい、そしたら、これが基本の木で、こうしておくと団子の種をすくうとひっつきにくくなるって言いたかったんです。結構ひっついちゃった。岸さん、これ結構ひっついてないですか。結構ひっついてますよね。おかしいですね。ちょっとリハーサルでこんなことはなかったですよね。団子が緩かったのかな。団子が緩かった、はい、混ぜたりした方がいいんですか。あ、混ぜなくていいです。このままで、はい、このままで結構ひっつきながらやろうと思います。すいません、マスク。もうおかしいな。もうちょっとひっつきながら作っていこうという。はい。はい、こうね、おかしいな。おかしいですね。ちょっと緩かったんですかね。はい、ちょっと私が緩めに作ったんですね。でもそれぐらい、とにかく今日のお団子は柔らかくて、はい、もちもちで。はい。ちょっとお団子というかお餅みたいなところもありますよね。そうです、これすごく美味しいんですよ。ちっちゃい頃から大好きでした。お父さんが作ってくれたんですね。はい、だからお父さんはあれですよね、きっと自分が子供の頃食べてた頃よりも美味しくアレンジして、はい、そうですね、牛肉とかも入ってたわけでしょ。そうです、その頃ね、牛肉とかなかなか食べれなかったと思うので、で調味料もだいぶ限られてたと思うんですよね、うん、
なので大人になった父はこうアレンジして美味しく作ってくれたんだと思います、ね、お出汁もちょっと甘めですもんね。そうなんです、うん、なんかお父さん作ってたの甘かったなと思って今回再現するのすごいなんか楽しかったです。お父さんはだから戦後で食べ物ない中でこうやって小麦粉とかのものをいっぱい食べてて、はい、で自分が食べてた頃よりもああしたかったこうしたかったっていうちょっとお肉入れたりとか、はい、お砂糖を使ったりとかっていうところで作られてたんでしょうねはい、そうだと思います。はい、すべて入りました。それを今娘がこうやってテレビの生放送で作ってるそうです、はいはい、天国のお父さんもお喜びでしょうかねはい、喜んでくれてると嬉しいです。もしくはちょっと八千代単語が緩いぞっていう柔らかすぎないかいって言ってるかもしれないそうですね、お父さんが作ったのとちょっと違うぞって言ってるかもしれないです、はい、で単語を全部入れたらここで弱火で、はいはいはい、蓋をして弱火で5分煮てください。5分煮てください。はい、で、5分経ったものがこちらです。はい、はい、本当でもこのお出汁も美味しいし団子も柔らかいんですよね。はい、こんな感じになります、はい、しっかりお団子固まってますね。はい、そうです、はい、ではお椀によそっていきます。パッと見ちょっと水餃子みたいにも見えますよね。そうですね、うん、丸くない形がまたいいですね、だもんね。はい、それぞれみんな違う形をしてます。はい、はい、仕上げにネギを振って出来上がりです。はい、こちらで牛肉入り団子汁25分で出来上がりです。さあ、今日の材料はご覧のようになっています。ポイントです。今日は戦争を経験した岸さんのお父さんがよく作ってくれたという懐かしい料理の一つですね。最初に団子の種を作っておくと生地を寝かせている間に調理を進めることができます。薄力粉に60度以上のお湯を加えることで澱粉が反応して団子がもちもちに仕上がります。このお湯の量がですね、お粉の種類や季節によって60から100ミリリットルとなります。お肉や野菜を炒めることで旨味やコクを引き出しています。ちょっと甘めの牛肉のお出汁ともちもち団子の美味しい団子汁、ぜひ皆さんも作ってみてください。さあ、それでは川村さんどうぞお召し上がりください、はい、こちらは事前に調理しておいたものです。いただきます。まずじゃあおつゆからいただきます。はい、はい、優しいですよ。はい、あー、思った以上に優しいです。でも本当にその牛肉とか野菜とか旨味出てますね、うん、シンプルだけど感じる。やっぱり牛肉だからコクもしっかりありますもんね。はい、団子いただきます。あ、団子、わっ、もうもってもてもってもてしてるおいしい。そうなんですよ。でもトロトロ、うん、トロトロもちもちで美味しいです。ちょっとだから皆さんが思ってる団子汁のイメージと違うかもしれないですね。違う、そうですね、うん、すごく美味しくなるように工夫しました。はい、なんか弾力っていうより滑らかさっていう感じだなと思いました、うん、美味しい。ちょっとお餅っぽさもあったりとかね。はい、うん、ぜひ皆さんも試してみてください、うん、岸さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。